16時1分。松田明子さんのお電話でしょうか。 NU クレジット担当の横堀でございます。6番目のメッセージです。12日16時18分。もしもし、駅に戻ってます。あのね、電話ボックスに貼ってある写真にアキちゃんにそっくりな写真があったの。そっくりだけど雰囲気が違ってね、写真の人ウインクして笑ってるの。その下に書いてあった電話番号に電話したら、なんか怖い感じの男が電話に出てね、だからまたこの電話にかけています。本当のことを言うと、渚ちゃんのお母さんがこの携帯を教えてくれたの。渚ちゃんのお母さんは娘が心配でたまらないみたいだけど、私は違うの。アキちゃんは頭が良くて何でもきちんと考える子だから、間違いは犯さないと信じてます。実は電話ボックスにあった写真に渚ちゃんにいた人の写真もあったのよ。だけど写真の人赤い髪でね、渚ちゃんじゃないと思うのよ。ミクは結婚した美智子、悦子、優子たちの面白い話があるの。今4時です。アキちゃんとゆっくりおしゃべりがしたいわ。7番目のメッセージです。12日2